吉見正頼、先祖以来の旧敵末氏に公然と反旗を翻す清廉な人柄を信頼された男。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは吉見正頼について紹介していこうと思います。どうやっても仲良くできない相手というのはいるものです。吉見正頼は先祖同士の因縁から末氏と松田氏に対して複雑な思いを抱いていました。その思いは主君大内義隆を討たれたことで明らかな敵対心へと変わっていくのです。清廉な人柄を信頼された彼はどんな人物だったのか、じっくりとご紹介しましょう。漱石にあったが、兄の死により家督が回ってくる。吉見正頼は永正10年1513年石見島根県西部の黒人吉見頼興の五男として生まれました。五男だったということもあり、当初は出家して寺に入っていたそうです。しかし家督を継いだ寺兄高頼が不慮の死を遂げてしまったため、天文9年1540年28歳の時に還俗して兄の後を継ぐことになりました。これまでの吉見氏は波乱万丈でした。まずそれをご紹介しておきましょう。応仁の乱の際、当時の当主だった正頼の叔父吉見信頼は大内政広に従って西軍に参加しました。しかしこの途中で政広の叔父で有力者だった大内範之が家督三奪を狙って東軍に参加すると、信頼も範之に加担したのです。確固たる理由は不明ですが、当時から領地をめぐってごたごたしており、ライバル関係でもあった末氏や増田氏に対抗したのだとも言われています。結局信頼は政広の命令で討伐軍を率いた末広盛や増田定兼に鎮圧され和睦となりましたが、この時の戦いで領地をかなり奪われてしまったようです。末広盛は末春方の祖父、増田定兼は増田藤兼の曽祖父にあたります。末氏増田氏との浅からぬ因縁。和睦となった信頼ですが、末氏と増田氏に対して恨みを持ったのでしょう。そして彼は政広が催した酒の席で突如末広盛を殺してしまったのです。その場で信頼は成敗されましたが、この直前に信頼は実弟である頼興、政頼の父に家督を譲り渡していました。頼興は兄の蛮行に一族中滅も覚悟しましたが、家中の安定を優先した主君大内政広は彼を連座させず、所領の没収のみにとどめます。とはいえ吉見の名を背負う頼興の立場は大内家中では非常に悪いものとなりました。そのため頼興は必死で大内氏に尽くし名誉回復を図ります。政広の後を受けた大内義興が行った戦のほぼ全てに彼の姿があり、義興が足利義胤を奉じて上洛した際にも随行し、船岡山合戦でも大きな功績を挙げ信頼を回復したのです。そして義興から高く評価された頼興は息子の高頼に義興の娘大宮姫を与えられるほどになりました。先に述べたようにこの高頼が亡くなったため、後を継いだ政頼はそのまま大宮姫を正室に迎えるのです。政頼は父が骨身を削って築いた地位を守っていくという責任を負うことになったのでした。清廉な性格と忠義心で主君から大きな信頼を寄せられる。さすがに元僧侶だったこともあってか、政頼は清廉な人物だったと言われています。僧侶なんて名ばかりという人物もいますが、彼はしっかりと僧侶らしく生きていたのでしょうね。主君となった大内義隆はそんな彼の人柄を信頼し、義兄弟ということもあってか大きな信頼を寄せたそうです。家督を継いだ政頼は16箇条の吉見家掟書を制定し、家中の安定を図ります。ちょうどこの頃
大内氏は義高による積極的な外政が行われており、順調に勢力を拡大していました。そして尼子氏を叩くため、義高は末春方らの後押しにより合算戸田城の戦いに臨みます。政頼も出陣しましたが、この戦いは大内方の大敗に終わってしまいました。義高の養子氏春持も落命し、義高は意欲を失い、政務のすべてを文治派と呼ばれる家臣たちに丸投げするようになってしまったのです。これが遠ざけられ始めた武断派末春方らとの軋轢を生むことになってしまいました。主大内義高が討たれ義憤に燃える。大内義高と末春方の仲は悪化の一途をたどり、天文20年1551年、春方は挙兵します。これが大寧寺の変で、追い詰められた義高は自害して果てました。本当は義高は政頼を頼ってカイロで逃げようとしていたのですが、暴風雨で船を出すことができなかったのです。変の直前、義高は文治派の相良武藤を政頼のところによこし、春方が謀反した場合は助けてほしいと頼んでいたそうで、政頼は義高が来たなら全力で守ろうと思っていたはずです。しかしそれはならず、義高が追い詰められた末の惨めな最後を遂げたことに憤りを感じていたと考えても良いでしょう。一方、末春方は大友氏から大内氏への養子として大内義長を迎え、傀儡当主として擁立します。そんな末春方の戦を腹に据えかねた政頼は、春方に対して反旗を翻すことを決断しました。その裏側には叔父信頼の時に生じた末氏や増田氏との因縁もあったのです。加えて末春方と増田藤兼はいとこでもありましたから、政頼の反抗心はさらに燃え上がったことでしょう。末春方に攻められ、人質を出して和睦する。天文23年1553年、挙兵した政頼たちの息は高く、主義高の仇討ちを掲げて次々と末方を撃退しました。その後、三本松城に籠城しての戦いとなりましたが、次々と集まる敵のご詰めもあり、政頼ら1200の兵に対し、末増田大内の連合軍は1万5000から2万にも膨れ上がったと言われています。とはいえ政頼は善戦し、5ヶ月間籠城を続けました。しかし味方の裏切りにより、ついに三本松城は落城してしまいます。政頼は息子の広頼を人質に出して講和を結びますが、限りなく敗北に近い和睦となりました。この戦いに先立ち、政頼は毛利元就に救援を要請していましたが、事の推移を見守りたい元就からは色良い返事がもらえずにいました。しかし元就自身が末春方との間に亀裂を生じさせると、元就は暴言引き分けによって春方と断交し、厳島の戦いで勝利を収め、春方を自害に追い込んだのです。そして元就が膨張計略で大内領へ侵攻すると、政頼は元就に同調して山口に攻め込み、陥落に多大な貢献を果たしました。大内氏は主家ではありますが、すでに当主は義高の血を引くものではありませんから、政頼にとってそれに味方する理由はなかったのです。毛利元就からの信頼を得る。その後、政頼は毛利氏に仕えることとなりました。元就は大内義高への忠義から末春方への加担を拒み、仇討ちの兵を挙げた政頼の清廉な人柄を評価し、なおかつ山口攻め最大の功労者と彼を称え、かつて増田氏に奪われていた領地を彼に復帰させました。新たな主毛利元就からの信頼も勝ち得た政頼は、元就の死後、幼い輝元の補佐も依頼されています。その一方で生涯現役を貫き、天正9年1582年、70歳の時まで戦場に立ち続けました。そして天正16年1588年、76歳で亡くなっています。
家督を譲られた息子の広頼は無難にお家を守りますが、孫の広長は毛利氏に不満を持ち、たびたび反抗的な態度を取り、ついには出奔してしまいました。結局行き場がなく、毛利氏に帰参したものの、間もなく輝元によって追討され、自害に追い込まれたのです。こうして吉見氏の嫡流はあえなく断絶してしまったのでした。まとめ1、五男だったために出家し僧となっていたが、兄の死によって家督を継ぐことになった。2、吉見氏は末氏増田氏との因縁が深く事件を起こしたが、父頼興の献身によって信頼を取り戻したところだった。3、大内義隆の姉を正室に迎えており、清廉な性格でもあったため義隆からは信頼された。4、主を討った末春方に怒り反旗を翻した。5、末春方と戦うが人質を出して和睦した。6、膨張計略で大活躍し、毛利元就にも高く評価された。お世辞にも名君とは言えなくなった大内義隆の好機を見ていながら、それでも忠義を尽くし、不利と分かっていて挙兵した政頼は愚直なまでに清廉な人物だったのでしょう。それが評価されたことは本当に良かったですよね。ただ孫の広長はいただけない最後でしたが。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。